right. Hey guys, welcome back to Blue Reflection. We're heading to the top floor here to meet up with the two. Well, they said they're not twins, but they're probably just two twin sisters. She just lost it. Oh. I don't know why they make girls run like that, because I never heard any. Or I never seen girls in real life run like this. Probably the ones that think they're girly or whatever, but everything else, all girls run like boys, okay? That's just my opinion on that. Now, I kind of like that when the main character snaps at this girl, okay? Like it. Because I never would have known what to do either if she was telling me something I don't know. あなたたち、何を隠し…あら、凛ちゃんじゃない。どうしたの？ライム！それに、ユズと白井さんも、なんでこんなところに…あなたは…同じクラスなんだからちゃんと覚えようよ。 She just started here. まだ来たばかりなんだから仕方ないよ。真田凛だよ。同じ1の A で部活はテニス部。よろしくね。どうも。それで凛凛、暗い顔してどうしたの？いや、別に大したことじゃ。ズバリ、恋の悩みね。なんでわかるの？ああ、当たった。ライム。だって、女子高生の悩み事で一番多いのは恋バナでしょ？まあそうかもだけど、よかったら相談に乗るよ。内緒にしてくれる？もちろんね、ひなちゃん。I went her during the whole thing. どういう感じなの？実は中学の時から好きな先輩がいて、どうしたらいいか悩んでるの。その先輩ってどんな人なの？テニス部のエースでキャプテンしてた人なの。地区大会でいつも優勝してて、都大会でもシードの選手なんだ。すっごい、超テニス強いじゃん。そうなの。それに勉強もできて学年でもかなり上位だったんだ。高校もちょっと遠い進学校に行ったの。へえ。じゃあ最後に会ったのは
中学の時？ううん、たまに後輩を教えるために練習に来てたよ。その時に少しお話しするくらいかな。あと、たまにスマホで連絡してるよ。たまになんだ。だって、先輩忙しいだろうし、あんまり頻繁に連絡したら迷惑だなって。 Loud next to me, hold on. Sorry about that, my sister has to have him on to fall asleep. Okay, let's continue. それで、結局悩みは何なの？先輩にね、告白しようと思うの。おお、いいねいいね。それで？けど、どうやって伝えればいいか分かんなくて。手紙とかは？でも同じ学校じゃないし。確かに、手渡しなら直接言うのと変わらないか。お家のポストに入れるのは？ストーカーみたいじゃない？郵送するのもなんかあれだし。電話とかメールはどう？それは仲いい友達にも言われたんだけど、もし振られて連絡しづらくなったら困るし。白井さんはどう思う？私？うん、何かないかなって思って。普通に直接言うのはダメなの？だって恥ずかしいんだもん。それに緊張してちゃんと話せそうにないよ。でもそんなことばっかり言ってたらいつまで経っても告白なんてできないよ。そんなの分かってるよ。だから悩んでるんじゃん。どうしたらいいんだろう。形は何であれ告白するべき。じゃなきゃ何も始まらない。分かってるんだけど怖いんだもん。じゃあ先輩から告白されるのを祈って何もしないの？ひなちゃんはどう思う？どうしたらいいのかな。私どうしたら。告白される自信なんてないし、どうしよう。私わかんない。そんなの知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし、そういうのは自分で何とかするしかない。他人に頼るのは間違ってる。サナエと同じ。まずい、暴走が始まった。急いで向かわないと。暴走？説明は後。ひなちゃん、急いで指輪をあの子にかざして。え、指輪？いいから早く。わかった。 She's like, hurry away, your phone.ここはコモン。人の集合的無意識の世界。
サナエちゃんの時とは違うゾーンみたいだけどね。どういうこと？集合的無意識っていうのはね、人がそれぞれ持ってるコンプレックスのさらに奥にある無意識なの。無意識はその人の経験とか生活する環境から大きな影響を受けてるんだけど、その奥底には共通したベースがあるの。そのベースが具現化したのがここコモンだよ。簡単に言うと、ここは全人類の感情でできた世界。コモンは大きく4つのゾーンに分かれていて、それぞれ違う感情が元になっているの。今回は悲しみの感情でできたゾーンみたい。そうそう、そういうこと。なんとなく分かったけど、どうしてスナイの時と違うってあなたたちが知ってるの？簡単だよ。あの時ユズたちも見てただけ。やっぱりあの時の声はあなたたちだったんだ。うん、学校に来てからひなちゃんのことをずっと見てたから。ユズたちはずっと待ってたの、ひなちゃんのこと。一緒に世界を守るために。私は待ってた。それに世界ってどういうことなの？ここにも出るの？ちょっと！ユズ、ライム！やっと名前を呼んでくれたね、ひなちゃん。I love her the best. I really do.次に行く。
こう。お疲れ、ひなちゃん。いい感じだったね。それで教えてくれるんでしょ、この力のこと。うん、リフレクターはね、フラグメントの力で戦う魔法少女なの。フラグメント？正しくはエーテルフラグメント。人の強い感情によってできる思いのかけらのこと。ひなちゃんも今朝さなえちゃんのに触れたでしょ。あれがフラグメントだよ。魔物からフラグメントを守るのがリフレクターの仕事なの。でも中にはフラグメントを固定化してみんなと力を共有できる人もいる。固定化？ひなちゃんがまさにそうだよ。もうナエチンのフラグメントを持ってるしね。ナエチンってサナエのこと？それにフラグメントを私が持ってる？その指輪から伝わるはずだよ、今朝固定化したナエチンの気持ちが。なんか感覚的にだけど、確かに存在するのはわかるけど、どうやって固定化したんだろう。フラグメントに触れた時、ナエチンの感情が流れ込んできたでしょ。ひなちゃんがその感情を理解できたからだよ。どういう意味かはわかるでしょ。そうやってフラグメントを集めて力を蓄えるの。強大な敵？今戦ったあいつらじゃないの？あの魔物たちは原種たちの力の影響で顧問がおかしくなって生まれてきた下っ端。まずはリンリンのフラグメントを探しに行こう。なんで私が？あのまま放っておいたらリンちゃんのフラグメントは壊されちゃうよ。壊れたらどうなるの？精神が傷つく。フラグメントはあくまで思いのかけらだから、一つ壊されたくらい問題ない。だけど何個も壊されると最終的には精神が破壊され死に至る可能性もある。え、それでも行かない？ひなちゃん、もし顧問で魔物にやられたらどうなるの？現実世界に戻されるだけ。特にリスクはない。分かった、行く。リンちゃんのフラグメントはこの近くにあるはず。急ぎましょう。Like that one sister's word, the other one like, yeah, we gotta carry on though. Now your MP. Where your MP has you in a bind, either charge is there.Three girls will gain growth points after certain activities, such as when they stabilize a fragment. Growth points gained can be used via the growth option in the main menu. You can allocate growth points into four categories. Each point allocate all increase your level by one. Growth points have an effect on how your basic parameters increase. You can also use the growth points to fulfill the primary requirements of your skills.
Yeah, this can be like very easy. They even set up how the girl should be, how the girl should be set. Now, like, I know. Yeah, like, that's freaking amazing. So let's do this real quick. See, our main character, she's ready. See, she's mostly defense and support. But you can also put her in attack. But I think I'm gonna put the girl with the bear limb with mostly attack. So I'll probably put her more in defense. But I probably will also be, she probably gonna be my all rounder, so I might do attack next. Her on the other hand, she's gonna be my fastest support. So let's see, she's gonna get that. Let's see. She learns to attack on the map, but I'm gonna let her support and attack be like on par most of the time. Do hers like that, and her on the other end, she's mostly attack for me, but I will level up her defense so she won't get hit that hard. But I might, no, she's gonna be mostly attack, and I'll probably put her in MP and support because she has a lot of yeah, she's probably gonna be my slowest character, but she's gonna hit really hard. So let's get that out of the way. We got that out the way. And we got a database. Oh yeah. Oh yeah, we do gotta place her in there. Oh yeah, it's not unlocked yet. Yeah, I don't see it. Yeah, I don't see it. Okay guys, about this world, fight everything, look everywhere, you need lots of items. Yeah, that's what they were talking about here. Just like in the comic, you just find things all about. Try to find all of them in each common, and try to at least like defeat all the demons here. You will miss a lot of stuff early on if you don't fight everything and collect everything. For people who are trying to go for the trophy of raiding everything, please just fight everything and collect everything. Oh crap, I just walked into one. Okay, since they're not low on MP, I don't have to use that. He's close, so I might have to knock him out. Yeah.
うしよう。痛いよ。頑張らないと。待ってて。頑張る。どうしよう。頑張らないと。よっ、次も頑張ろう。I wonder if anybody made their outfits in all these anime times. I wanna see them. Cool and Jump. Yeah, just search everywhere for everything. They're very easy to see. Don't skip anything. It'll be easier on anybody who's trying to make things.これなら大丈夫そうだね。先に進もう。Look at all that. Just keep battling, you get the drops. I'm playing on normal, so I think I expect to have things that they drop then on easy. I think they're the higher you get the difficulty, the better the items, I think. But I do know on easy, I think everything's just kind of the same. I think just difficulties make it very easy to obtain stuff. Hey! Get those shards and stuff. Okay, what was that? Yeah, that was square. I keep pushing X. Hey!戦闘開始。大全体を。Got a hidden grudge item. Yeah, just making sure I don't see a shine over there. Just in case I skip this. あった。きっとあれだね。なんであれがリンのだってわかるの？いや、わかんないよ。え？ただ、普通フラグメントって出たり消えたりするものなの。人の感情なんてすぐ変わるから。だからああしてずっと残ってて、しかも魔物に囲まれてるフラグメントは持ち主が暴走してる可能性があるってわけ。でもリン以外に暴走してる人がいる可能性もあるんじゃない？確かに可能性はゼロじゃないけど、その確率は低いよ。リープ？現実世界からコモンに移動することだよ。ユズたちはコモンリープ、リープするって呼んでるんだ。コモンはみんなの集合的無意識の世界だから、誰を介しても入れるんだよ。だけど何の目標もなくリープしたら、この広いコモンのどこに出るかわかんない。だからあらかじめ目標とするフラグメントを狙ってリープするの。それで今回のターゲットはリンリンだったってわけ。ふーん、まさかあなたたち。さ、話はこれで終わり。あの魔物たちを倒しちゃうよ。わかった。I just love the little barrettes on her little braids. これなら大丈夫そうだね。Kick her butt. Oh, you got a fat moon, huh? どうしよう。
負けない。逃がさない。図星ね。だってさっき私のせいでリンは。それなのに理解することなんて。大丈夫だよひなちゃん。この付近の魔物は倒しちゃったから、もうリンリンの暴走は収まってきてるはず。ひなちゃんが固定化に失敗したとしてもリンリンが傷つくことはないよ。でもそれなら無理に固定化しなくてもいいんじゃ。けどそれだとリンリンと気まずいままでずっと避けていくことになるよ。それはフラグメントのリンリンの声をちゃんと聞いてみて。どんな思いで相談したのか、なんで暴走しちゃったのか、まずは聞かなきゃ何も始まらないよ。わかった、やってみる。 Man, I wish people like that talk to everybody like that. The sweet cute voice talking to you like that. You just want to listen to every little word. どうして自分で決められないんだろう。これはやっぱりこのフラグメントはリンのだったんだ。本当は分かってる、自分で決めなきゃいけないって。でも私決めるのが怖い。決
功したい。けど、もし失敗したら。私も一緒なのかも。ずっと決断できなかった。怪我してバレエを失った時、バレエのない人生を生きるって決められなかった。Yeah, girl, me too, with soccer. 決めて前に進むのが怖くて。1日に2度もフラグメントの固定化をしたから疲れちゃったんだね。さっきまであんなに動いても疲れなかったのに。ライムたちリフレクターは感情のエネルギーエーテルを使って戦ってる。だから感情に直結するフラグメントの固定化は一番エネルギーを消費するの。エーテル、フラグメントじゃなくて。エーテルは活動するのに絶対になきゃいけない空気みたいなもの。ふん。じゃあそろそろ戻ろう。悩んでる。暴走を止めただけだからね。悩みを根本から解決したわけじゃないもん。悩み自体はちゃんと現実で解決してあげないと。そうなんだ。大丈夫。フラグメントを固定化できたってことは、ひなちゃんはリンリンの気持ちに共感できたってことだよ。ひなちゃん、早く伝えてあげて。あのさ、やっぱり先輩と会うところから始めるしかないと思う。どんなに緊張するとしても、直接言葉で伝えるのが一番思いが届くんじゃないかって。でもまずは踏み出さないと何も変わらないと思う。白井さん。そうだよ、まずは先輩に話してみなよ。ゆず、うん、二人の言う通りだね。私まずは先輩に会いに行くよ。そうそう、その息だよ。勇気を出した女の子にはこれを信じよう。何？この指輪。それ。お守り。つけるといいことあるよ。ライム。ありがとう。じゃあ早速メールの文を考えてみる。それと。何？白井さん。私のことはひな子でいいから。わかった。じゃあね、ひな子。次は何て送ればいいか
悩まなければいいけど。どうしたの、ひなちゃん。さっきの指輪、あれって。そう、ライムたちがつけてるのと同じものだよ。さっきあれをつけることで初めてリフレクターとのつながりができる。つまり、いくらフラグメントに触れたとしても固定化できなかったり指輪がなかったりすると力は得られないの。じゃあ、うん、もうナイチには渡してあるよ。そんな。心配しないで。この学校、これくらいのアクセサリーなら全然オッケーだから。そうじゃない、なんであの二人も巻き込むの。そうしないと原子を倒すことができないから、早くもっとフラグメントを集めて力をつけないと原子を倒せないの。そしたら世界が滅んじゃう。世界。お願い、ひなちゃん、一緒に戦って、ユズたちと一緒に世界を守って。そんな、なんで私が、なんで私なの。戦ってくれたら報酬だってあるのに。報酬？うん、リフレクターとして戦って全ての原子を倒せれば、たった一つだけ何でも願い事が叶うの。願いか。そう、心から願うことが一つだけ叶う。戦いが終わると世界は元あったように戻されるんだけど、その時勝者の願いを一つだけ汲み取って望むような変化が起こる。それって何でも願いが叶うってことでしょ。ひなちゃんの願いは何？それは。やばい、急いで教室に戻ろう。次の先生遅刻に厳しいんだ。どの道、今日はもう力を使いすぎてるから活動は無理だし、この話はまた明日にしましょう。願いが叶う。ライム、急がないと本当に間に合わなくなる。そのために準備してきたんでしょ。分かってる。だけ絶対に守ってみせる。Okay guys, gonna stop here. Next up, we're gonna go to, I think it's chapter 3. No. Yeah, something like that. If I remember. Okay, guys. See you guys next time.